地球の表面積の 70% を占める海は酸素や豊かな恵みを私たちに与えてくれます。海がなければ地球上に生命は生まれなかったでしょう。しかし今、命の母ともいえる海に簡単には分解されることのない厄介なゴミが漂っています。プラスチックです。1960年の世界の総生産量に匹敵する600万トンものプラスチックが毎年海に流れ出ていると言われます。水より軽いプラスチックは沈むことなく下水や川を通って海に出ていきます。しかもプラスチックは自然にはなくなりません。紙ならば海に流れ出て1ヶ月もすれば分解されます。木や缶も数百年かかったとしても最終的には自然に帰ります。でもプラスチックは分解されません。非常に細かい無数の粒子となり海流に乗ってはるか外洋に運ばれます。膨大な量のプラスチックは海の環境にどんな影響を及ぼし地球の繊細な生態系に何をもたらすのでしょうか。北太平洋のほぼ真ん中、ハワイ諸島の中で最も東に位置するハワイ島です。人々が休暇を過ごす楽園のような光景の裏側でこの島は深刻な問題を抱えています。海洋学者マクシメンコ博士は研究のためハワイ島南東部のカミロビーチに通い詰めています。キラウエア火山からの溶岩に覆われた広大な斜面の端にあるこのビーチは昔から大量の海のゴミが集まる場所です。地元ではジャンクビーチ、ゴミ海岸と呼ばれています。もともとここは島に生えていない巨木が打ち上げられることで有名でした。長い間海を漂いなぜかここにたどり着くのです。今日流れ着くのはプラスチックです。ジャンクビーチは文字通りゴミの山になっています。この円錐形のものはウナギ漁の仕掛けです。すべてアメリカやカナダの西海岸から流れ着いたものです。太平洋の他の地域では使われていません。4000キロ以上を旅してハワイまでやってきます。こちらのチューブはカキの養殖用設備の材料でアジアで使われています。カミロビーチにはアジアとアメリカの両大陸で不用意に捨てられたゴミが流れ着きます。しかしなぜここなのでしょう。マクシメンコ博士は大きな海流の渦が原因だと説明し、こちらはハワイ島から1万キロ以上離れたチリのバルディビア市近郊の入り江です。シードラゴン号が調査航海の準備をしています。乗組員はこの全長22メートルのヨットで南太平洋を横断する予定です。マクシメンコ博士が北太平洋で研究をしている海のプラスチックゴミの問題に彼らも取り組んでいるのです。調査隊を率いるのは海洋学者エリクセン博士。環境活動家でもある彼はプラスチックによる汚染とその危険について人々に訴えてきました。最初に関心を持ったのはミッドウェー諸島を訪れ、死んだ動物の腹から出てきたライターや歯ブラシ、プラスチックの破片、ボトルキャップなどを見た時でした。プラスチックが死因かどうかは分かりませんが、日本とロサンゼルスのほぼ中間、太平洋のど真ん中にあるあの島にそれほどのゴミがあることにショックを受けました。
これ以上ないくらい大陸からはるかに離れた場所なのに、それだけのゴミがあったんです。私自身がアメリカ本土で使っているものが何千キロも離れた場所にいる動物の体に入り込んでいたなんて。世界中から集まった研究者や環境活動家がシードラゴン号に乗り込み、3週間かけてはるか洋上にあるイースター島を目指します。プラスチックについての南太平洋での詳細な調査はこれが初めてとなります。メンバーはサンプルを採取し、それをカリフォルニアの研究所で分析する計画です。エリクセン博士は大海原のただ中にプラスチックゴミの巨大な渦があると考えています。研究者たちはその位置についていくつかの仮説を立てていますが、その存在はまだ証明されていません。渦巻き状に流れる南太平洋の寒流の上をバルディビアからイースター島までジグザグに進みます。この海流の表面の状態を示す標本が採取できるはずです。南米大陸やオーストラリアなどから流出するプラスチックが南太平洋寒流にどれくらい存在するのかはまだ全くデータがないんです。未知の世界への船出です。イースター島までは3000キロ以上。旅の間、調査隊は自分たちでヨットを操ります。彼らの願いは大海原がどこまでも綺麗なままであることです。海流によって運ばれるプラスチックはその耐久性ゆえに独特の拡散の仕方をします。耐久性があるということは長い間にどこから流れてきたかわからなくなってしまうということです。海流に乗って流され続け、出発地点がどこであろうと関係なく一定の場所にたどり着くのです。マクシメンコ博士は世界の5つの海に浮かぶ1万5000個のブイから衛星を介して送られる信号を分析しています。このデータによればブイは大きな渦を描いて動く傾向にあります。海に浮かぶものはどの海でもその中ほどの緯度に向かって動き、比較的狭い海域に集まります。カミロビーチにゴミが打ち上げられる原因は大陸にあります。推定で1日に2万トンものプラスチックが海に流れ出ていて、その多くは重力、風、地球の自転などの力が働いて海の真ん中にある海流の渦に集まると研究者たちは考えています。全部で5つ存在すると考えられているいわゆるゴミベルトですが、これまでに調査が行われているのは北大西洋と北太平洋だけです。南半球の海流の渦にもプラスチックが集まっているかどうかはまだ誰にも分かりません。出港から1週間後、シードラゴン号は大陸から遠く離れた大海原を進んでいます。目指すのは南太平洋のゴミベルトと目される海域です。マクシメンコ博士と同じ海流モデルを使って推測されるゴミの集積海域がここです。範囲は広大です。エリクセン博士はトロール網で海面をさらい、
プラスチックがあるかどうかを徹底的に調べるつもりです。すでに1箇所で網を投げ、第2のポイントに向かっています。南太平洋の海上で100キロごとに調査を行います。標本の採取には大型のエイ、マンタに似ていることからその名がついたマンタトロール網を使います。幅1メートルのこの網で海面に浮かぶものをすくっていきます。266. 各海域でトロール網で海面をさらうのは正確に1時間です。網が進んだ距離と集めたプラスチック片の数からその海域のプラスチックの量を算出します。まだゴミが集まる海域には入っていません。網にプラスチックはほとんどかかっていなくて、たまに小さな破片が見つかるだけです。目的の海域はまだ先で、その中心にたどり着くまでにあと1600キロはあります。ここではプラスチックがほとんど見られないのは嬉しい結果です。とはいえ、南半球の海にゴミベルトがないわけではないとエリクセン博士は慎重です。北半球、北海を望むオランダのテッセル島です。この島で鳥類と海洋生物を研究している人物がプラスチックが海の環境に与える被害について調べています。もともと地球で最もきれいなはずの南極にさえ被害が及んでいることにショックを受けたんです。南極にいる鳥の 80% が胃にプラスチックを抱えています。バンフラネケル博士は20年間鳥の胃を調べていますが、調査結果に今も驚くといいます。このフルマカモメが窒息死した原因はプラスチックだとバンフラネケル博士は考えています。北海のほぼ全てのフルマカモメの胃にプラスチックがあります。最もひどい地域では 0.6 グラムものプラスチックが胃に蓄積されています。これくらいの量です。もしこれが人間だったらと考えた場合、この100倍の量になります。このくらいの大きさの箱いっぱいのプラスチックです。バンフラネケル博士は1羽のフルマカモメの胃には平均で31個のプラスチック片があると推定しています。人間に換算すると3000個以上になります。ほとんどの鳥は目で餌を探します。空から見るとプラスチックは自然の獲物と色や形が似ており、区別がつきにくいのです。海流と海流がぶつかって海底に向かって潜るところでもプラスチックは軽いので海面にとどまります。こうした場所ではプラスチックと餌が同じ場所に大量に混在することになります。バンフラネケル博士のいる研究機関では世界中の死んだフルマカモメの胃の中身を分類しています。この胃の内容物は海洋汚染の指標として広く認められています。
胃の中にあるプラスチック片が10以下の場合、その海はきれいだと判断されます。バンフラネケル博士の研究結果がカミロビーチのような場所に生きる動物にとって何を意味するか想像に難くありません。太平洋の西側に面する東京です。日本ほどパッケージ文化が広く浸透している国はないでしょう。大量のプラスチック廃棄物が川や下水を通って流れ出し、研究者は全く新しい問題に直面しています。日本大学の斉戸勝彦准教授はもともとプラスチック廃棄物をエネルギーに変える技術を研究していました。しかしプラスチックは本当にきれいで無害なのかとあるジャーナリストに問われたことをきっかけに海洋環境の研究も始めました。とりあえずその海岸に行って、海岸一面があのプラスチックが大量に漂着してるっていう現実を目の当たりにしまして、これはなんか大変なことが起きてるかもしれない。海の水ってこんないっぱいあるわけじゃないですか。でその中の1リッターだ2リッターだっていうのを分析しても、そういうのはあるわけがないと思っていたわけですね。斉戸准教授の予想に反して検査した全ての海岸や海から有毒な物質が検出されました。特に内分泌核卵物質、いわゆる環境ホルモンとされるビスフェノール A、BPA の濃度が驚くほど高かったのです。過疎剤としてプラスチックに含まれる BPA への懸念が近年高まっています。この結果に驚いた斉戸准教授は有害物質の発生とプラスチックの関連を調べ始めました。プラスチックは摂氏30度という低温でも化学的結合が崩れ始め、 BPA などの有害な添加物が放出されることが実験で分かりました。プラスチックというのはあの丈夫で軽くてきれいで、分解しね、あるいは分解しづらいという認識が広く持たれてまして、我々の研究で何ですかね、プロポーズしているところはプラスチックが分解してプラスチックを構成しているもともとの素材モノマーですけども、そういうものが海洋環境とかその生態系には直接言葉が悪いんですけど、毒性として発現しやすいだろうと。プラスチックはきれいで安全だと多くの人が信じています。しかしプラスチックはあらゆる場所に化学物質の痕跡を残しています。オランダテッセル島では2004年、数千羽のフルマカモメが死んでいるのが発見されました。当初原因は分かりませんでしたが、バンフラネケル博士の調査がヒントとなり、鳥の血管にプラスチックに由来するいわゆる環境ホルモンが混入していたことが分かりました。体力のない鳥は普通繁殖行動を始めません。今年は体力がないから卵を産まないという選択を体がするのです。自然界ではある程度の割合でそういう個体がいます。しかしそうした鳥が産卵をし、体がそれに耐えられず死んだのです。プラスチックに含まれるそのような物質がどうやって動物の血管に入り込むのかはまだ分かりません。現在ヨーロッパではプラスチック製品に BPA を使用することは禁止されています。しかしすでに海を汚染した大量の化学物質は消えることがないのです。南太平洋のゴミベルトの調査を始めてから12日目、シードラゴン号の航海は平穏そのものです。見渡す限り陸地も船影も見えず、プラスチックもまだ見当たりません。そろそろゴミベルトがあると推測される海域のほぼ中心部に到達しているはずです。乗組員が海上に何かを発見しました。
スチック容器です。研究者たちの間に期待と不安の混ざった複雑な空気が流れます。大きなプラスチックは水に浮かびますが、より集まることはめったにありません。南太平洋のゴミベルトの前兆でしょうか。容器やブイ、網などは何千キロも漂流してきたはずです。もろくなってる。紫外線のせいでプラスチックの結合力を保つ添加物が抜け落ちて、もろくなったところに波が当たって砕けるんです。プラスチック容器の発見はやがて目にすることの前触れでしょうか。いずれにせよ渦の中心近くにいることは間違いありません。大量のプラスチックは海にどのような影響を与えるのでしょうか。東京農工大学の高田秀重教授は長年東京湾の化学物質の量を調べています。研究を重ねるうちに高田教授は有害物質が検出される場所には必ず小さなプラスチックの粒もあることに気づきました。私の先輩が僕のところに持ってきてこれ分析して、それまでレジンペレットとは何者か僕も知りませんでしたし、レジンペレットと呼ばれる小さな粒はプラスチック製品の中間素材です。膨大な量が生産され川や海に流出するものもあります。高田教授はレジンペレットに含まれる有害物質を調べていますが、いわゆる環境ホルモンの危険性が注目されるようになってからはビスフェノール A も調査の対象にしています。特に注目しているのは殺虫剤 DDT の残留物と発がん性が非常に高い工業用原料 PCB です。これらの有害物質は世界中のほとんどの海や川の水に含まれています。PCB などの危険性が広く知られる前の時代の負の遺産です。初めはそんなに PCB が高い濃度で出ることはないだろうと思って測ったところが非常に高い濃度で出たのでびっくりしまして、海水中の濃度なんかと比べてみますとかなり10万倍とか100万倍ぐらいにありそうだということが分かって、高田教授はプラスチックと同じように水に溶けず異物として残る PCB のような有害物質は磁石のようにプラスチックと引き付け合うのではないかという仮説を立てました。教授はこれを検証するために汚染されていないプラスチックの粒レジンペレットを東京湾の海水中に置き毎日 PCB 濃度を測りました。レジンペレットは数日後には非常に高い PCB 濃度を示し、その値は海水の100万倍になりました。実験は数回繰り返されましたが結果は毎回同じでした。有害物質は魔法のようにプラスチックに引き寄せられたのです。画期的発見でした。世界中どの海岸でも発見されるレジンペレットは今や水中の有害物質濃度を計測する目安となっています。世界中から届くペレットのサンプルを分析する中で高田教授は地球の汚染レベルを実感しています。しかしこれは問題の一端でしかありません。小さな粒でこれなら大きなプラスチック片が砕け、その破片がペレットと同じように有害物質を吸着したらどうなるでしょう。なぜならそういうリモートな場所、ハワイであるとかセントヘレナであるとかカナリア諸島、そういうところは PCB の元々の汚染のレベルは低いので、そこにいる生物がそういう自然に PCB に暴露されているということは非常に低いレベルです。そこに遠くから運ばれてきて、しかも PCB や他の汚染物質を高濃度に含んでいるものが流れ着いて、それを生物が食べた場合にはそういうプラスチックが汚染物質の生物への運び屋に
なる可能性があるということを示しております。海流は漂うプラスチック片を飲み込んで数千キロ離れた場所まで運びます。文明が生んだ有害物質が生物にどんな影響を及ぼすのかはまだ誰にも分かりません。プラスチックが海で砕けると有害物質のいわば時限爆弾になります。餌と間違えてプラスチック片を食べた生き物の体には有害物質が入り込みます。小魚を大きな魚が食べ、それをより大きな魚が食べます。食物連鎖の段階が上がるにつれ、一度に摂取する有害物質の量が増えます。食物連鎖の頂点にいる人間は最終的な捕食者として魚を食べます。人間は自らが作り出した有害物質で自分の身を危険にさらしているのです。あれほどの炎症が起きることにショックを受けました。たった数時間で発症したのです。プラスチックは生物の体内を通過し排泄されると人間は楽観していました。しかしドイツの海洋生物学者ケーラー教授はそうは考えていません。ケーラー教授はヨーロッパのレストランでよく食べられているムール貝を使って実験を行っています。その一環としてムール貝にナノメートル単位のプラスチック粒子を注入し、それが貝の臓器や組織でどんな働きをするかを顕微鏡で観察しています。ムール貝の中の微小なプラスチック粒子を光らせる特別な装置でプラスチックが吸収され組織内にとどまり続けることを初めて実証しました。ムール貝は普通水中にある餌をエラを通して臓器に吸い込みます。微小なプラスチック粒子が周囲の水中にある場合、それも一緒に吸い込まれムール貝の消化器に入ります。ここで注目すべきなのはプラスチック粒子が臓器の中で塊を形成して細胞に吸収されることです。そうしてプラスチックは組織にとどまり消化管に重大な炎症を引き起こします。プラスチックによって起きた炎症はがんを含めさまざまな病気を引き起こします。最も危険なのはごく微小なプラスチック粒子です。砕けたプラスチック片ももちろんですが、ケーラー教授が注目したのは別のものです。それはヨーロッパで人々が毎日使っているものです。もう長い間生活の一部となっていますが、あまりに小さくて肉眼では見えません。歯垢をきれいに除去するために練り歯磨きに入っている研磨剤のごく小さな粒子がプラスチックなのです。見てください、顕微鏡で拡大した練り歯磨きの薄い層です。たくさんの小さな粒子が見えます。衝撃的です。口に入れたくありませんね。飲み込むなどもってのほかですが、歯磨きの時にはどうしてもいくらか飲んでしまいます。それと毎朝シャワーの時、角質を落とす洗顔料で顔を洗いますね。そして洗い流すと、そこに入っていたプラスチック粒子は排水口に流れ、下水処理場に向かいます。そして川に流れ込み、最後は海に出ていくのです。問題は練り歯磨きなどの微粒子だけではありません。普通のプラスチックもどんどん砕けて小さな粒子になります。海水、波、日光がその変化を加速させます。粒子は最終的に肉眼では見えない大きさになります。そして細胞レベルの大きさになった時、粒子は危険な侵入者となります。
海の生物にとってだけではありません。人間は毎日少量のプラスチック粒子を口にしています。そしてそれは日々蓄積していっているのです。シードラゴン号はチリ本土から3000キロ以上の海域まで来ました。南太平洋の渦の中心から180キロのところにいます。トロール網での標本採取は夜も行われています。エリクセン博士たちは繰り返しトロール網で海面をさらい、プラスチックの量を記録します。今や網に入るプラスチックの割合が生物の数倍になっています。プランクトンの6倍の量のプラスチックが記録された海域もあります。海面にプラスチックが見えなくても採取した標本が汚染を物語っています。今回はこれまでで一番多いですね。イカの体の一部とこの2つは何らかの生物の残骸です。でも海の表面にあるものの大半はプラスチックです。興味深いことにプラスチックは徐々に増えているのではなく、中心に近づくにつれて飛躍的に増加します。そして高止まりのまま推移すると思います。エリクセン博士たちはとうとう南太平洋のゴミベルトを見つけました。その姿は予想に反してゴミが帯状に連なっているわけでも、プラスチックの島ができているわけでもありませんでした。ほとんど目に見えないもっとたちの悪いものです。無数のプラスチックのかけらが絨毯のように広大な海域に広がっていました。プラスチックゴミは長い旅路の間に小さな破片になっていったのです。海の生態系へのプラスチックの影響はこれだけではありません。チリ北部カルデラ、ここで養殖される珍しい種類の海藻はこの地域の経済を支える水産物です。ホセ・マルケスとマネール・デルガドはその海藻オゴノリの養殖業者です。オゴノリは化粧品や食品などの原料として世界中で使われています。小さな入り江が彼らの仕事場です。このミルと呼ばれる海藻は数年前に突如現れ、それ以来急速に繁殖しています。入り江の生態系は外来種の侵入を被っているのです。ミルは日本原産の海藻です。厄介な海藻です。外来種のミルのせいで私たちの暮らしが脅かされています。オゴノリを養殖している海にミルがどんどん増えています。海が荒れると海流でオゴノリが流されてしまい、その後にミルが繁殖します。そうなったらその場所ではもうオゴノリが育たないんです。Thank you.
海洋生物学者のティール教授は定期的にチリの沿岸部を船で調査しています。彼はプラスチックとカルデラに侵入した外来種の海藻との関係を偶然発見しました。私たちが最初にそのことに気づいたのは、海の上でこのようなブイをすくい上げた時でした。そのブイはミルで覆われていたのです。ブイが外来種の海藻ミルの重要な移動手段だったのだとすぐに分かりました。プラスチックに付着する生物はこのように非常に遠くまで拡散することができます。木のようにすぐに分解して沈んでしまうことがないプラスチックは海藻の増殖において非常に重要な役割を果たしています。ミルのような海藻以外にも本来はこの辺りの海域にはいなかった生物が入り込んでいます。例えばこのホヤはおそらくヨーロッパのものでしょう。この辺りの海にあるブイやロープにみっしりと付着しています。移動手段として理想的なプラスチック。生物の世界的拡散を加速することによってプラスチックは各地の生態系バランスを脅かすことに加担しているのです。チリのミルは一つの例に過ぎません。海藻やホヤは地球規模の生物の移動の中でも目に見える一部に過ぎません。プラスチックを介した移動のほとんどは食物連鎖の土台をなす肉眼では見えない微生物です。無数の微生物がプラスチック片にまとわりついているのです。イギリスの研究者がある奇妙な事実を発見しました。海水1グラムには何千もの異なる微生物が含まれるのに、プラスチックへの付着が認められたのは2種類だけでした。これはどういうことでしょうか。微生物を研究するハリソンはイギリスのいくつかの海岸に堆積した土砂を採取して、それぞれにプラスチック片を混ぜてみる実験をしました。数百万の微生物がいる土砂に最も一般的なタイプのプラスチック、ポリエチレンのかけらを混ぜたのです。しばらくして高解像度顕微鏡でプラスチックの表面を調べると小さなくぼみが見つかりました。まるで微生物がプラスチックを食べ始めたかのようでした。この発見には確かに希望が見出せます。プラスチックに引き付けられる有害物質、あるいはプラスチックそのものを分解できる微生物がいるかもしれないと考えられるからです。しかし研究はまだ始まったばかりで、その微生物の正体さえ分かりません。それらは海の生態系の中で特別な役割を果たしているのか、なぜプラスチック粒子に食いつくのか、謎を解明するためハリソンはこうした微生物の DNA 検査を依頼しました。すべての微生物は成長のために炭素を必要とします。プラスチックには炭素が含まれていますから、微生物がエネルギー源として機能する何かをプラスチックの表面、あるいはプラスチックの中に見つけた可能性があります。プラスチックには微生物の栄養となる何かが含まれているかもしれない。それが何を意味するのかはまだ分かりません。ハリソンはプラスチックを消化し分解する微生物を発見したのか、あるいはプラスチックは有害物質とともに
すでに食物連鎖の底辺に組み込まれているのでしょうか。海の中は微生物でいっぱいです。さまざまな問題の解決に役に立っている微生物たちはプラスチックの問題を解決してくれるかもしれません。しかし楽観は禁物です。まだわからないことが多すぎます。微生物はなぜそのような行動をとるのでしょうか。本当にプラスチックを分解できるのでしょうか。そうであれば希望はあります。しかしそうでなければ私たちは地球の破滅に備えるべきでしょう。ハワイでは微生物がいつかカミロビーチの問題を解決するとは誰も考えていません。研究者たちは未だなぜプラスチックが海岸に流れ着くのかを解明している段階です。マクシメンコ博士の海流モデルではゴミベルトに入る全ての破片はそこにとどまるはずです。ではカミロビーチにゴミが押し寄せるのはなぜなのか。マクシメンコ博士は海流が関係するのではないかと考えています。それを確かめるために水流センサーと赤く塗ったプラスチックのボトルを使ってゴミベルトからのゴミの動きをシミュレーションします。リーフにはサメが泳ぎ海流も強いためダイバーが波の間を進むプラスチックのボトルの行方を追うのは危険な作業です。マクシメンコ博士が突き止めようとしているのは沖から海岸にボトルを打ち上げる海流です。カミロビーチのような入り江がまるで網のように漂うゴミをすくっているのではないかと考えたからです。海流が一定なら全ては海の真ん中の比較的狭い範囲のゴミベルトにとどまるでしょう。しかし安定していないから再び破片が拡散しハワイに押し寄せるのです。北太平洋のゴミベルトには1億トンものプラスチックがあると考えられています。マクシメンコ博士の説が正しければいつかそれが全てカミロビーチを含めたハワイの海岸にやってきます。この地域の生態系は一体どうなってしまうのでしょう。チリを出航してから3週間、ついにエリクセン博士とシードラゴン号はイースター島にたどり着きました。彼らの調査によって南太平洋にゴミベルトがあるという決定的証拠が見つかりました。イースター島の海岸にもハワイ諸島と同じ運命が待っているのでしょうか。絶海の孤島イースター島、何百年も前ここで文明が栄えました。巨大な石像モアイ像はその痕跡です。またかつての住民たちが大規模な森林破壊を行った結果木がほとんど残っていないこともここの文明の痕跡です。今現代文明のゴミが最後の一撃を加えるかもしれません。採取したプラスチックゴミをプラスチックの袋に保存するなんて皮肉ですね。これらのプラスチックゴミは持ち帰って詳しく調べられます。エリクセン博士たちはイースター島でも北半球の島々と同様にプラスチックゴミの影響があるかどうか確かめるために島に上陸しました。世界中の外洋にある島々はどこもゴミの山になっています。トラックにスポーツカー、車輪もある。イースター島の海岸にはハワイ島と同じようにプラスチックゴミが集まっています。まるで網ですくったようです。色とりどりのプラスチックの粒が散らばる砂浜はゴミベルトが近い証拠です。毎回ショックを受けるのにそのことにさえ慣れてきました。
悲しいことに予想通りの光景です。これらのゴミがどこから来たのかは推測するほかなく、プラスチックやそれに含まれる有害物質が島に与える長期的影響の調査もまだこれからです。こういった島々は海流の渦の中にあります。そして外の世界や大陸から遠く離れています。プラスチック汚染の被害を受けながら、その責任を特定の企業や国家に問うことができません。これは人類全体の悲劇です。地球規模で被害が広がっているのに誰も責任を取っていないのです。無数のプラスチックの粒がすでに広大な海に拡散してしまったことは取り返しがつきません。私たちにできるのは、プラスチックをできるだけ使わず、世界の海に有毒なゴミが流れ出るのを阻止することだけです。海の怪物プラスチックを相手に、研究者たちは勝ち目のない戦いを続けています。私たちの文明は遥か彼方の外洋にまで破壊的な傷跡を残しているのです。これまでの調査結果に危機感を抱いた世界の研究者たちが海と海岸の調査を始めています。ティール教授たちは6500キロに及ぶチリの海岸線でプラスチックの量を調べるつもりです。何千人ものボランティアが必要でしょう。問題がどれほど深刻なのか誰にも想像がつきません。これら調査結果の公表が人々の注意を呼び起こし、プラスチックの使い方の変化につながることが期待されます。希望を捨てずに、どんな小さなことでも努力は報われると信じることです。海岸を掃除する、レジ袋を断り布の袋を使う、そうやって世界を変えるのです。これまでの消費文化をどれだけ変えられるか分かりませんが、少なくとも私が生きている間にこの問題に一石を投じたいですね。エリクセン博士は自分を含めた研究者の調査結果を手に、世界のビジネスリーダーや政治家に働きかけたいと考えています。世界の海のために、その努力がまだ遅すぎないと信じるしかありません。